中山勲章は中華民国の勲章である。同国の最高位勲章である、埼玉大勲章に次ぐ高位勲章である。名称は孫文の号である中山から取られている。中山勲章は1941年2月12日に制定された。授与は国家の建国に特別の功労があった者が対象とされたが、2020年現在受賞者は低手らし。 正宇、旅修練、陳建人の4人である。そのため、総授与数が最高位勲章である、埼玉、大勲章よりも少ない希少な勲章として位置づけられる。なお、埼玉大勲章は、対象が国家元首レベルであるため、同国において、一般市民に授与される勲章としては最高位である。勲章は、青色の五角形状な星を模しており、その間から、 金色の工房が伸びている。正明の中央には孫文の肖像が描かれているが、これは孫による中華民国建国の精神を刻むものである。副将の中央には三民主義を表す書物が描かれており、三民主義が国家の根底にあることを示している。樹と副賞をつなぐ紐には国賞が配されている。中山勲章に東急はなく勲章には 副将と大樹が付属する。大樹は右肩から左斜め下にかける。大樹の色使いはタイの国旗に類似しており、中央に青、その両脇に白が配され、両端には赤が走っている。ありがとうございます。